いつまでも名前がないと格好つかないからって、ローはあの機体をレッドフレーム、ちなみにあの傭兵さんにあげた機体はブルーフレーム。右腕でも最近のローの関心事はそれだけじゃなかったの。レッドフレームの武装はほとんどがビーム兵器だけど、機体を動かすのもバッテリー駆動だから、うまいこと自分たちを守れる武器が欲しいって悩んでたら、プロフェッサーがある。ガーベラストレート、昔の技術を参考に作られたモビルスーツが使える。その件はかつて地球から多くの技術者が移住したという居住衛星グレーブヤードに、もちろん私たちはすぐさまその場所。グレーブヤードに着いた私たちに向かって突然運の、そのおじいちゃんはこのグレーブヤードに残された遺産、数々のロストテクノロジーを守る。幸いおじいちゃんと私たちの誤解はすぐに解けたんだけどね。どうやらお前たちの目的は本当に、しかしその闘神はあいつの略奪者との戦闘でここはなんとか守り抜いてきたんだが、お前たちの求める、残念じゃろうがお前たちはここで帰るしかあるまい。でもそこで素直に帰らないのがローなわけで。いや帰らないね。壊れてるからって放って帰るのは俺の性に合わねえ。つまりあの刀直せばいいって話だろ。直すだと？あれを精錬するのにどれだけの高い技術と手間が。技術はまだ残されてる。俺が再現すればいいって。ただここで朽ち果てようって考えてるだけなら、あの刀も。ん？小僧、お前相当のバ契約成立だな。そう、ローはグレーブヤードに残った技術を持ち出して、自分があの剣、いえ刀、本当に人の気も知らないで。でも一度思い立ったら止まらないのがロー。おじいちゃんも刀を直すためならっていろいろ協力してくれて、それから毎日。途中いろんなことがあったけど、なんとかローのレッドフレームの愛刀としてガーベル、こうしてまた一つレッドフレームの武装が増えたんだけど、私たちってジャンクや。ガーベラストレート、これさえあればどんな奴が来ても。だがまだレッドフレームは俺の腕にかけて宇宙一のジャンク屋にふさわしいモビルスーツ。さんのアストレイ。
クーフレームは貴様などに止められん。
俺のレッドフレームで蹴散らしてやるぜ。俺のレッドフレームで蹴散らしてやる。一刀両断。今落としてやるよ。 99% 以下は 100% じゃないんだぜ。俺が俺の達人剣。
ゲージフルチャージ、いける。終わった。こんなこと僕たちにさせないでくれ。当てる。やってやる。こんな状況どうすりゃいいんだよ。大丈夫だ、僕たちはまだ生きている。このところで戦闘なんか始めるから。